こんばんは。ヤッホー。今日の夜ご飯は でした。分かった。正解はビーフシチューでした。イエーイ。ビーフシチュー。久しぶりにあんな具の入ったビーフシチュー食べた。ご飯ですね。
牛肉ですね。そうです。ビーフシチューって確かになんか高級なイメージある。だけ ビーフシチューはなんか レトルトで食べたりするけど。レトルトも美味しいんだけどね。こんばんは。眠そう。眠くはない。眠くはないが、寝ようと思えば寝れる。何回も寝、なんか寝て起きて、今日は睡眠の質がめちゃくちゃ良かった。こう熟睡できたと思う。12時過ぎたかなって思って、でも起きたくないって思って、結構
構持ちこたえて、一回9時ぐらいに起きて、あれ？ってなって、まだ寝れるじゃんってなって、いい睡眠で、その後もお母やんが部屋に入ってきて話しかけてきたんよ。でもいつもなら入ってきた瞬間にわかるのに、話しかけられて気づいた。だいぶ深い眠りだった。いつもは絶対に気づくのに。でもめっちゃ良かったよ。なんか洗濯、これ洗濯するって聞かれたけど、私寝起きめっちゃいいんで、うん？って言ってうん？では洗濯するみたいな。なんか、あたかも、ちょっと、起きてましたよ、みたいな。ちょっと、起きてましたよ、アピール。起きてましたよ、アピールしちゃうんだよね。何なんだろうね。なんでか分からんけど。今日もいっぱい寝れるといいな。晩ご飯何食べた？ふんふふんです。いやいや、いい夢。あ、なんかね、一回振り入れした直後ね、センターで踊ったんですよ。でも、そう、夢の話で、でも本番になったら全部忘れて
全部忘れちゃって飛んじゃったの。だから、こんな感じだったよねって振りをずっとしてたけど、多分これ間違ってるかもって。間違ってるかもって思いながら、でもこんな感じのステップだった、って感じで踊ってたけど。それがね、振り入れがね、なんかその本番のより、なんかめっちゃ前にあったんだから、忘れちゃったよ、みたいな。なんで練習してこなかったんだ、みたいな。夢だからだけどさ。絶対練習しなって思うよね。自分に。対練習しな。でもね、なんか楽しかった。なんか解き放たれた感覚になった。振りは間違ってたと思うけど。なんか自由に 自由に踊ったけど、どんなって感じよね。え、でもね、6人バージョンやったんよ、それは。6人バージョンだったから。さらに目立つ。まあ確かに。いつも間違えないようにって思いながら踊ってる。なんか、新しいポジションとかの時はね。そう、なんか自由。センターだけ違う。電話。なんかセンターだけこう違ったら、なんかこれが、そういう振りなのかなって思うよね、一人だけ違うんだ。あ、違うんだ、これ。なんか人によって違うんだね、って。
自信満々にやってる。確かに夢の中の自分は結構自信満々に踊ってたかも。確かこんな感じ。そうだよね、あんまり考えすぎたらね、そうゲシュタルト崩壊してきて、確かに振り分からなくなるよね。なんかこうやって右側だったっけとか左側だったっけとかなんかなるんよな。もうすぐ公演だから復習しないと。エディオン、花だれエディオン、のチャートリーゲバント、ですよね。確かにな。どっちも久々かも。なんか最近県民文化ホールが怖かった。あなだれエディオン、いや記憶にないですね。エディオンって僕対僕恋のイメージある。あとチャートリエディオン見やすいイメージですね。なんかめっちゃ近くに感じる。端っこ、なんだ、
作りしてますよ。リバントは2階席があるんだよね。めっちゃ最初びっくりした。体力どうなんだろう。2階から見たら動線とかめっちゃ見えそう。いいな。なんか2階から見てみたいな。公園。クアトラも見やすいけどね。多分スタンディングになるとちょっと分からんけど、着席だったら県民ホールの見やすいね。見やすいね。よいしょ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 。楽しみ。
春ですね。チャットリー、久しぶり。結構来ました。公園は、そう、元日公園ぶりですね。確かに。一回フェスがあって、1ヶ月ぶり。です。単独はいつか思い出せんぐらいに前ですね。南さん、生誕祭か。でもあれを、5人公演だったのか。その前が、なんかポジションが違ったような。私毎回違う。すごいね。5月。
そうなんだ。あれ、なんだっけ？コラボ？多かったよね。近隣いいね。兼任しようかな。でも、全部忘れはいいね。全兼任してるメンバーがいるらしいって やばい噂みたり継がれるよ。強すぎる。でも、あれ、ごちゃごちゃになるかもよ、もう。組閣があるかも。それはないかな。
すがに色があるからないかな、どうなんだろうね。それかサンキちゃんが加入するか。ユニットがなくなるかもしれん。リトちゃんとかそういう系はどうなんだろう。もうだって624人必要だからね。20人以上必要だから。むずいね。3人ってこと。3人レトチャー3人とかってことか。3人か。いや、それだったら追加しそうだな。今一番少ないユニットってマイカー？今6人だっけ？あ、もうすぐ6人なんだっけ？なるほど。ちょっとマイカ多めに入るかもよ。サンキちゃん。なになに？マイカ。なになに？マイカ。なになに？マイカ。なになに？チャートリ。なになに？マイカ。あ、四国も？四国も6人になる？じゃあ。私もしかして移動するかな。私もしかして移動する説ある。やば、私ちょっと移動するかもしれん。私チャーミング。チャーミング。ああ、金人は終わると。いや、どう、終わらないじゃない。金人内名があるかもしれん。
ユニットってなんか期間限定ユニットだったんですよね。前々、STU。期間限定ユニットって書いてあった。もしかしたら。確かにチームないよね。2チームに分かれて。公演とかしたり。チーム作らずに、そっか、じゃあユニット。ふむふむふむ。どうなるんだろう。STU ラボもどうなるか。おみくじ的には、なんか、加入するっぽかったけど。え、ラボ人気？ラボ入りたいメンバーいらっしゃる。
レギュラー化したいみたいな。ん？レギュラーになりたいって。争奪戦始まる。ああ、確かに。リコちゃん英語の。確かに。レギュラーでも。そうだ。我慢強い人。そうなんよね。楽しみだね。どうなるか。動物。の企画、嬉しいね、やっぱ。昔から。みんな好き。動物好きな人多いよね。確かにね。撮影の頻度は上げたいですね。多分編集スタッフさんが大変になると思うけど。
国のやつみたいですか？ のやつみたいですか？私が泣くやつ。ああ。いや、なんか苦しい。なんか苦しい。食べ過ぎた。じゃ、多かったんや、今日のご飯。日に日に多くなってる気がする。今日もリンゴでできたよ。今日はなんか風邪予防よって昨日はなんかビタミン C 豊富とか今日は風邪予防よ。みんなお母やん好きね。みんなお母やん好きね。嬉しい。お父やんは、お皿洗いしすぎて、指が、なんか、なんていうん、切れてきたらしいんだよ。赤切れ。
やけん、今日手袋、プレゼントした。お皿洗い用の。染みて痛いっていうとき。なんかいっぱいね、絆創膏しとってさ。本当はもっと絆創膏したいけど、みたいな。あんまりすぎたら怖くなるけ。お父やんは、節約家なんよ。節約家だから、お皿洗いの時も、お風呂掃除の時も、水なの。でも、お風呂は、熱いお湯だから、多分、それで。節約。だけん、そう、手袋。でも手袋したら、なんか、感覚がわからんくなるんで。で、なんかあんまり好きじゃないらしいけど、今日は、なんか、指先の、なんか、感覚がわかるやつを買った。使ってみてほしい。で、プレゼントしたら、なんかお母やんが言ったけど、この手袋のなんか、高級な 高級ななんか、このお皿洗い用の手袋を、なんか弟やんにが、なんか、くれって言って、あげたみたいこと言った。お母やんが、その、なんか、肘の方まである、結構、いい感じの、この手袋を、買ってきたらしいの。でも、それをなんか、弟やんか、くれって弟やんの専用に。白すぎる。私が、なんか、頭痛くなって、なんか、薬あるって言ったら、それは全部弟やんがね、全部飲んだんよ、みたいな。え？もう、すべてを網羅しとるんやけど。高尾家のすべてを網羅してる。補充せんよ。
補充線。燃える燃える弟や、まあ健康ならいいって。嘘、結構優しいですね皆さん。皆さん優しいですね。一定数のファンの方が。どうなることやら。あ、でも仲いいよ。仲いいと思う。でも多分一番優しいのは私。一番優しいのは絶対私だ。真ん中っ子の高尾さやかです。絶対私や。兄弟の中でやね。みんな優しいけど、みんな優しいよ。みんなグッジョブ。ここにいる皆さんも優しいですもんね。特に私に。優しいですよね。嬉しい。
激ヤマでよろしく。よろしく。辛い。辛いのは嫌ですね。辛いのは嫌ですね。いやって言っとくわ。辛いって辛いとも読めるよね。麻婆豆腐だけでいい。辛口や。え、担々麺。担々麺は山椒だから。あ、キムチか。でもキムチはね、甘いのは好き。明太子もあんまり辛くないの好き。本当は麻婆豆腐もそんなに辛くなくていいんだけど。山椒です。わさびはツーンだから。そうや、ツーン。からしもツーンだから。別ジャンルですよ。カレーも甘いのが好きです。
だけん給食のカレー好きよ。キーマカレーもそんな辛くない。でもなぁ、格言にするにはちょっと反対意見がちょっと、もしかしたら、だからめっちゃ辛いやつである。ハバネロ？ハバネロ？チョロキア？デスソース？デスソース、ちょっと言葉が強いね。ちょっと強いね、言葉が。デスノート並みに強い、ね、デスですですから、ですですから、はい、メモに書いとこう。メモメモ。カタ
ネタ帳ではないです。ネタ帳っていうのか。格言帳。格言帳です。どうしようか。みんなゆっくり休んでね。明日は31日か。え、嫌だ。明日で1月はあれよ。今のとこ明日のあれは覚えてますよ。今のところね、明日になったら忘れるかもしれない。あ、今年も継続。確かに。今月消滅したら確かに。もうないんかってなるもんね。よよよ、1月か。1月間なかったの。あ、違う。紙か。違う違う。なんかついとったんや。なんかついと、紙やった。
け変わったら読もう。そっか、明日で31か。やまーっと。こっぺさん、こべのひっきーさん、らんばのひさとさん、ふじぽんさん、りーさん、みつるんさん、えふしぶやさん、まいぜんたん、にのまるさん、おうさむさん、いぬちゃん、まにゃざえもんさん、くまきちくまおさん、りょうさん、せいやんさん、ねこのかずさん、のもびりさん、ひあきらさん、けりさん、ぎょうざぱんさん、はちちさん、メガバイトちゃん、ラティアさん、えみひさん、おたてさま、ゆうさん、台湾のこうさん、ゆうすけさん、こぶやきさん、らくらくさん、いなちさん、なぴーちゃん、さとけんさん、きむこさん。ありがとう。おやすみです。それでそう。眠くなってきた。珍しくない。珍しい作り。頑張って、月末。頑張って。同じ空の下から。
お布巾の中から。応援しているよ。同じオフテン、オフテンの中から。頑張れ。1分か2分。バイバイ。バイバイ。急なバイバイ。一番あれよ。一番寂しい言い方はさよなら。バイバイや、まだ、陽気だから。またねー。バイバイ。髪の毛がなんか、ちょっとボサボサ。ちょっとボサボサやった。バイバイ。よいしょ。ここ。